王様のお庭で繰り広げられるドラマも新ステージ突入。その冒険の舞台は埼玉を中心に展開するガーデングループ。さらなる伝説発見を求めてチームお庭メンバーが出陣。今夜も最高の遊びをお送りするパチンコスロット完全自腹実践ドキュメント番組、鬼の伝説。この番組はガーデングループの提供でお送りします。今回は2店舗同時収録、チーム対抗ガチバトル。その舞台となるのはガーデン川口安業、川口道の駅緑化センター近く、大型立体駐車場も完備。パチンコ415台、スロット400台、総台数は815台。そしてもう1店舗はガーデン北戸田、北戸田駅東口徒歩2分、大型立体駐車場も完備。パチンコ457台、スロット423台、総台数は880台。2店舗の総台数はなんと1695台。今回のルールは3人1組のチーム戦。勝利チームには PR 告知タイムをプレゼント。9時50分までにお並びいただいた方に入場整理券を配布します。10時に入店、遊戯開始。撮影当日の実際の映像はこちら。出演者も一般のお客様と同じ条件で並んでおります。今回の2店舗もご覧の通り朝一から空き台がない状況。果たしてどんなドラマが待ち受けているのか。前半戦を終えた時点でニューチームお庭が一歩リード。後半戦一体どうなるのか。新 MC に就任したヨッシーは凱旋で現在 AT 中。マユちゃんは必殺仕事人で12000発オーバーとスタートダッシュを決める。カブちゃんは北斗セブンで当たるも連チャンならず。対するチーム交流、レイコ様は目立った動きはなし。後半戦の立ち回りに期待。すずちゃんは北斗セブンで連チャン開始。現在3連チャン、どこまで伸ばせるのか。ビタフジはすずちゃんの隣で打つも大当たりはなし。指をくわえて見てる場合じゃないですよ。まずは川口安業の作戦会議。はい、では前半戦終了ということで、はい、まあ、現段階ちょっと今どんな感じなのかというのと、はい、ちょっと後半の動き方とかもね、はい、私今北斗セブンで、前回結構お庭の収録の時に2万発くらい出たんで、まあ克服したかなと思ったんですけど、やっぱ単発引いちゃうんですけど、次こそは。で、月城真由さんは、はい、朝に、14回転目でもう初当たり引いて、すごいっすよね。そっからの、10連が今やっと午前中で終わったんで、今のところ今1万2000発ぐらいかも。おー、頼もしい仕事人だ。ありがとうございます。まさに仕事した。もう今日の稼ぎ頭、はい、仕事はしたんで、まあ、ちょっとこのここら辺で終わりたい、はい、でもパチンコ組はプラス2年だったんですが、はい、で僕なんですけども、凱旋で投資が38000。おお、ただ今、Gストップで V ぞろい1000枚はまあ、モテるというところと、はい、今のところ設定状況的なものが、はい、僕の見立てによると多分悪くないっていうところで、
まあ、ちょっとあとは引きさえ伴ってこればっていう感じなんで。じゃあヨッシーさんはこの辺で、はい、まあ、どっちが得意かっていうのをまた一回聞いてもいいですか。そうですね、また中間結果です。あ、そのネタ、はい、まだ掘り起こされる感じですかね。もうどっちが得意ですか。あ、とりあえず今の段階まだちょっと、はい、保留で、あ、保留で、はい、行きたいなと思いますんで、わかりました、はい、そちらの結果もちょっと楽しみで、これかなりあの責任がついて回る発言になってしまうので、はい、続いて北戸田のチーム交流。現状皆さんどんな感じでしょうか。三田夫人はどんな感じですか。北斗セブンを朝一から、打っているんですけども、はい、投資は今1万円です。ちょうど1万円、はい、いやアフタヌーンの時に当たって泣いてたでしょ。うめっちゃ可愛い、めっちゃ可愛かったで、ね、だからちょっと連チャンしてその涙をまた見せてもらえれば、はい、ちょっと午後に期待したいと思います。そうだね。さあ、はい、そんなわけで私なんですけども、はい、朝ジャグラーだったんですよ、スロットコーナーで、うん、その後も空き台がないからパチンコ来て今、はい、必殺仕事人打ってます、うんうん、仕事人ね、うん、まあね、いけるよそんなざっくりいけるよって言うと適当じゃないだろ根拠はないヨコちゃんは、はい、私はですね、はい、三田ちゃんの隣で、はいはい、北斗セブン一緒に打ってるんですけども、うん、まあ、3連チャン目、うん、終わったところで、うん、10連ぐらいしてもらえたら嬉しいな、行ってほしいな、ね、ちょっとチーム引っ張れるように頑張ります。はい、そんなわけでみんなパチンコ打ってて、うん、一発ドカンがあるので、はい、このまま逆転できるように頑張りましょう。よし、それでは後半戦も頑張るぞ。おー、気合が入ったところで後半戦スタート。4連目目指します。現在3連チャン中のすずちゃん、このチャンスをどこまで生かせるのか。あ、行くね、やったバトルの相手に大当たり濃厚のアミバ。さあ、ありがたきアミバとのバトル。さあ、行けば、あー、キリンちゃん、もう当たるって分かっててもキリンから嬉しいですね。そして5連チャン目をかけたバトル。怪しいけども、怪しいと踏んだすずちゃん、その言葉通り次々と敗北。ラストバトルへ。割れて、やだもう。最後の相手は勝利期待度およそ 12% のサウザー。まだわからない、復活ない。剣はない。8000発オーバーで巻き返しを図る。お隣で実戦中の三田夫人は、他の台も多分空いてないのでこのまま北斗セブン回ってはいるので、続けていきたいと思います。前半戦なかなか見せ場を作れなかった三田夫人にチャンス。続きました。シナリオバトルリーチの VS ヒョウ、後半発展時の信頼度はおよそ 26%。 キリンガラが出た。キリンガラ出現でヒートアップ。え、嘘でしょ。え、もう信じらんないよ。もう何を信じたらいいの。チャンスを生かせず嘆く三田夫人。レイコ様はちょっと一旦スロットコーナー見に行こうと思います。後半戦開始早々動き出す。多分空き台はまだないと思うんですよね。ただちょっと状況が見たいので、もう絆はもちろん1台も空きがなくて、番長3も空きはないと。さあです、みんな待ってるんですよね、多分空き台開かないかなって。この状況で回線開いてる、周り見る感じ悪くないからこの回線取ります。外線です。後半戦は外線で勝負に出る。なんだろう、このゴッと打つ時のこのドキドキ感。
ドキドキワクワクが止まらない感じですね。まあ、凱旋のコーナー盛り上がってるので、まああるんじゃないかなと。まあ攻める立ち回り、攻める立ち回りで勝利を目指す玲子様。ガーデングループ設置機種情報。今回の収録店ガーデン川口安行では海物語シリーズ計41台、新北斗無双計20台、北斗の拳セブン計50台、ガンツ計20台、スロットコーナーはゴッドシリーズ計60台、北斗シリーズ計29台、バジリスク絆計20台、番長シリーズ計35台、好評稼働中。ガーデングループ新台情報。パチンコはスーパー海物語 in 沖縄4、ガロゴールドストームショー、アナザーゴッドハーデス。スロットはアクエリオンエボル、セイントセイヤ、ガールフレンドカッコ仮など大量導入。皆さんぜひお近くのガーデンへ。川口安行のニューチーム鬼は、凱旋で残り2セットが確定しているヨッシー。これで2セット目。このね、稼働がかなり高いんで、まあね、ここでなんとかもう結果を残す以外にね、選択肢がなくなってきてるような気がするんで。約束された3セット目へ突入。しかしこの時点で上乗せはなし。まあ結局3セット何も起こせんかった。ここでも上乗せならず。3セット860枚、とりあえず一旦終了。チャンスを生かしきれず振り出しへ。ただまあリプさんでね、 G ストップ、2回目で引っかかってるんで、もう少しね打つ価値あると思うんで。粘る決断をしたヨッシー。あー、持ち込みなくなったな。しかしなかなかチャンスを生かせず。もうそれしかない、 80% に全てをかけるしかない。見えてきたのは天井。これででも単発とかで終わったらもう MC クビですね。これヨッシーが目指すところはただ一つだが、一番下、うわ、 G ストップやこれ。リブさん、これはまあ当たってますね。4回中2回入ってるってことか。じゃあよし、来た。ここで自力チャンスゾーン G ストップへ突入。あのね、当てるつもりでいきますんで、はい、全然当てないつもりじゃなく、当てますんで。ここエース狙うはエースだが、やめろ、それはやめろ。ここで揃ったのは3。VS3 があったわけですよ。まさかのお約束をやらかすヨッシー。それでは、後半戦も引き続き、仕事人を打っていきたいと思います。1万2000発と持ち玉に余裕があるまゆちゃん。赤い月保留。ここで信頼度およそ 42% の満月保留赤が出現。やっといい感じのリーチが久しぶりに来た。発展先は連続出陣リーチ、モンドが登場すれば大当たりとなる。後半戦は調子上がらず、ニューチーム鬼はピンチ。頼みの綱はカブちゃんか。引き続き北斗セブンで勝負。
った。1時間席外しただけなんですけど、えらいことになってる。めっちゃ回ったんですけど、悲しいこと、ま、24個くらい1万円で124号回ってるんですけど、悲しいことにちょっと熱いようなリーチも全くないまま3万円が終わろうとしてます。このまま見せ場なく終わってしまうのか。あー、やくらつけボタンプッシュがない。あ、じゃあウイグルかシドランを倍速でしろと間違えたのもウイグル後半言ってくれないかな。 VS ウイグル後半へと発展。頑張れウイグル。いや、あ、おお、ここで来た。役立つけ頑張る。ここで信頼度およそ 60% の百列拳予告。うわ、でも分かんない。カットインは緑だが、果たして。うわ、ダメだな。あ、復活あった。旅に出ます。お見事、復活大当たり。あ、確変直でいった。本当1回でもいいんだよ。2400が欲しい。果たして連チャンで2400発ゲットなるか。このサードバトルで、あ、ここで来た。大チャンスの牙親父。いや、でも分かんないですよ。いや、でも分かんない。よかった、よかった。大丈夫。ここから波に乗ったカブちゃん。あー、行きます、イエーイって。飛び切りの笑顔で出玉を伸ばした結果は。でも、もうこれだけ出たので13000発。13000発オーバーでチームを引っ張る。その頃チーム交流は、凱旋で攻める玲子様にチャンス。おお、続けてきたよ。おお、274、275と右上がり来て、今、キナナ3連月もキナナで、おお、自力で GG ゲットしました。キナナの4連続で AT 確定。さらに、あ、あるよ、あるよ、5つ。キナナ5連したので GG 2つ出てきます。しかも V だし、マジで V っすよ。ってことで3セットあります。こっから、お見事、 V 揃いで3セット以上。いや、でも嬉しい。あー、来た、 GG 出せました。上乗せにも成功し、調子づいてきた玲子様。さあ、2セット目 V がね、はい、てかまくれそうなので、ものすごく嬉しい。終盤で追い上げる玲子様。さらに、嘘、ね、来た。SGG 入りました、ここで。ここで SGG 大量上乗せも夢じゃない。よし、まず一つ目中段 OK、 大丈夫。はい、2個目、気持ちよく上乗せを連発。よし、乗りました。いけるでしょう。ん、何個だ。さすがにこれはおしまいか。さあ、最初の SGG1 つプラス6個で全部で7個ですね。
レイコ様のラストスパート、勝負の行方やいかに。ガーデングループ設置機種情報。今回の収録店ガーデン北戸田では、海物語シリーズ計60台、新北斗無双計20台、北斗の拳セブン計48台、ダンス計10台、スロットコーナーはゴッドシリーズ計53台、マドカマギカシリーズ計10台、バジリスク絆計20台、番長シリーズ計22台、好評稼働中。お庭伝説の最新情報は番組ホームページをご覧ください。実践終了。お疲れ様でした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 。ということで、はい、かなりもうでも日曜日とかもあっても混み合ってたなと。すごかったですね。まあ私パチンココーナーいたんですけど、まあ北斗セブン打ってたので、はい、もうなんていうんですか、あの混んでる中の一番混んでるやばいところにいましたねすごかったです、はい、いや本当にもう店内はかなり盛り上がってたんじゃないかなと、ね、そのまま私たちの結果にもつながってきたのではないでしょうか。そうですね、はい、間違いないと思います、はい、ニューチームお庭の結果はこちらです。ドンドンということで、ちょっとまず、はい、カブトムシゆかりさん、はい、私はですね投資が39,500円、結構いっちゃってて、ただまあ一撃を信じて打ち続けてて11,416玉ということで、すごい見事なまくりのカブトムシ、すごい私はですね、あの朝一出した以来出せず守り切った感じですね。守りに入っちゃいましたね。それでいいと思います。ヨッシーさん、ヨッシーさんも守っていただいてそうですね、もう死守しましたよね。だって凱旋って私見たんですけど、凱旋の島、はい、もうドル箱の嵐だったんですけど、リプレイ3連からのこの G ストップ、はい、これが2回入ってるんですよ、はい、もう本当になんかごめんなさいっていう感じなんですけど、いえいえいえ、ただ、はい、チームがどっちで勝ったのか、あそうだ、これはまだわからないわけです。そうですね、2人プラスですし、実践終了。イエーイ、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。今日も ね店内すごかった ねすごい ねこの時間でも稼働落ちてないよ。全然落ちてない。この中でうちらはどのような戦いをしてきたのか、うん、結果の方を見ていきましょうか。はい、結果こちらです、はい、じゃじゃん。はい、はい、まず私なんですけども、はい、朝一からですね、うん、あの三田ちゃんの隣で、はい、北斗の拳セブン打ちまして、うん、はい、なんとかねプラス228玉で、でもプラスにはなったと、はい、よかった ね粘ったんですけど、うん、ダメでした。当たりは、当たりが1回もなくて、いけなかった。もうちょっと半べそかきそうになりながら泣きそうになっちゃったから、涼子ちゃんが泣きそうになっちゃった一生懸命な姿に一生懸命だったよさあそんなわけで私なんですけれども、はいはい、もう最後ラスト2時間ぐらいでかな、凱旋に移動しまして、まだまだ継続しております。この後ストックがまだ7つぐらいあって、そう、いやこっから行った、行ったのよ、まあ、チーム戦としては勝ったのかどうかですよ ね、うん、結果を聞いてみたいと思います、はい、お願いします。お願いします。今回のチーム対抗ガチバトル、勝利を掴んだのは、うわー、すごい勝ってる、素晴らしい、ご褒美、よかった、 PR 告知タイムをゲットいたしました。やったー、交流、いやもう本当にただただ足引っ張って、何が新 MC やねんっていう、いえいえいえ申し訳ないっていう。いやでもあれですよ、 CMC のヨッシーさんにオープニングの時に得意な女性のタイプ、ありましたね、出した、まゆちゃんだったらどっちが得意ですかっていう質問をしたんですけど、いやでもこんなとこちょっと見せられたら私たちそう簡単にはちょっと落ちないですよすいません、はい、ちょっともうね今後ちょっとねもっとかっこいいとこを見せてもらってから出直してください。そうですよね、こんなやつ嫌ですよね、こんなやつ嫌ですよね、ちょっとねちょっとねまだ難しいと思います。ええ加減にしとけって話なんでねこれ新 MC ヨッシーの今後の活躍に期待。勝利したチーム交流の PR 告知タイムをどうぞ。私神谷玲子と
鈴木涼子の番組回るパティシエールが必勝本ウェブで配信中となっております。詳しくは2人のブログ、ツイッターをご覧ください。私の所属するアイドルグループエビスマスカッツが8月19日に ZEP 東京にてライブが開催決定いたしました。本業のグラビアの方で新作 DVD が6月25日に、ウーノさんから、三田ういが彼女だったら VR 編というものを出しております。よろしくお願いします。はい、6セット終了。エンディング終了後も継続中の玲子様、あ、V よね。V出てきちゃうよね。5000万いけるかな。ギリいかないぐらいかな。好調にセット数を重ねる玲子様、5000枚も射程圏内。11セット目で雨ぐらが今流れた、このタイミングで流れた。これ何セットあるんだろう。この歌が流れたことによってまた5000枚が見えてきました。すごいこれは止まらない。やっぱりゴッド引かずして夢が広がりますね。凱旋はやっぱり止まらない玲子様の快進撃、どこまで続くのか。はい、さあ16セットが終了しまして4130枚ということで、分かってる分ではここが最後じゃないかなと。あとはね、裏にどのくらい乗っているかというところなんですが、鏡が出てる、まだいると、まだいましたね。さあ、ついに5000枚超えました。目標の5000枚を超えても勢いは衰えず、あ、J-TOP 来るかもよ、これは来たね、来ました。リップ5連からの J-TOP、ここでさらに G ストップのチャンス。7がいる、7がいるぞ。鏡、さあここも鏡、7が揃えば5セット以上。こっからの G ストップで7が揃った、止まらない。さあ終わるかなと思った頃にまさかのですよ、まだまだ止まらないということで5つ上乗せしました。すごいね、どんどん伸びていくね。6000枚オーバーした途端に雨くれがまた流れました。もうロレツが回らないです、うん、2度目の雨暮れってことは25まではあると。まさかの万枚狙えるんじゃないでしょうか、うん、攻めの立ち回りで見事な逆転劇を演じた玲子様、エンディング後も打ち続けた結果カバー。そんなわけで出玉の方がこちらとなりました。7701枚と凱旋には夢があるということで、皆さんありがとうございました。楽しかったです。